水平スイングでいろんなことが見えてくるという動画に対する大きな反響ありがとうございます。成果が出たというコメントもたくさんいただいて本当に嬉しいです先日ですね中西プロからも普段連絡をまめに取ってるとかでは全くないんですが急に LINE をいただきまして「革命ですねもうこれはやばいです」というふうに <laughs>。 おっしゃっていただいてでプロのお墨付きをいただいたということでよろしいでしょうかというふうにあの連絡しましたらもちろんですとおっしゃっていただいたので自信を持って話していこうと思います今まで何年もやってできなかったことが急にできるようになりましたんでもう今でもねあの毎日興奮していますまあ改めて最大の発見はやっぱりこう自分の理想を知ることができてまた自分の問題点もはっきりして自分自身が先生になれるという点にあります 詳しくは他の動画でご説明をしていますけれども簡単に言いますとこの水平で振ると自分の理想を知ることがまずできるんですね。前傾を排除して考えると本当に分かりやすすいんですねプレーンが非常に分かりやすくなりますのでテイクバックして切り返してプレーンに乗せてそして打ちに行けばいいとほとんどの方がもうこれで必ず理想的な打ち方がまず分かります。 次に普段のスイングから前傾を起こすことによって自分の欠点を知ることができるんですねこれが非常に大きな発見です例えばテイクバックで普段前傾したときにインサイドに引いてしまうという方それをそこから起こしてみてくださいこの腰の高さを振るときにクラブは決してここにやっぱりテイクバックしようとは思わないはずなんですねあるいはもう99%の方がここから打ちに行くときにクラブが立って しまうんですけれどもそれをじゃあ前傾を起こしてあげたらここにあるボールをこう打ちに行きますかっていう話なんですねこれは決してしないと思うんですやっぱりここにあるボールはしっかりとクラブを倒してプレーに乗せて打ちに行きたくなるはずなんですねですから前傾を排除して考えることによって自分がいかに普段非効率的な打ち方をしているか変な打ち方をしているかというのははっきりとわかります 理想を知るばっかりじゃなくてやっぱり自分の問題点がどこにあるのかっていうのを理解したら次にすごく行きやすすくなるんですねそして今度は実際に理想に近づけていくために先ほどの水平だとしっかりとプレーンに乗ってこういうふうに理想的な打ち方ができるということですからこの水平時の例えばテイククバックここから前傾をしてポジションを確認する普段ここに引いちゃってるけど本当はここに引くんだなと。 あるいは切り返しはここまで倒して初めてプレーに乗るんだとこれ前傾したらあクラブってこんなに倒さなきゃいけないんだということが分かるんですね。このプレーに対して自分の上半身に対してこの視界の中でクラブをどういうふうに動かしてインパクトに向かっていくかそれをボールの位置が変わってもやることは全く一緒です。後輩と プレーンあるいは上半身に対してはここですることもここですることも全く一緒なはずです。ここを向かってくる。これを止まったポジションあるいは流れの中でどう普段と違うんだろうというのをぜひ比べてください。そうするともう誰にも頼らずとも自分が先生になれるんでこんなにいいことはないんですねで。今回は私が特にここが面白いなと思いながら取り組んでいる点についてご紹介したいと思います。例えば下半身を使え。ばを使ボディーターン。 あとはクラブを引くなかなかうまくいかなくないですかこういったことを私たちアマチュアがやってもうまくいかない理由っていうのがやっぱりこのクラブがプレーン状にないからなんですねやはりこれも前傾を排除して考えると非常にわかりやすいです上手い人というのは必ずこの切り返しから打ちに行くときにこのクラブがプレーンと平行になってますんでこの軌道に乗ってますんで ここにさえ来ていれば、まあ、手の高さは非常に細かく言い出すといろいろあるんですけれども、まあ、それは今回あまり考えなくても大丈夫です。とにかくこいつがしっかりと倒れて軌道にさえ乗っていればここから下半身で引っ張ってこようがここからボディターン意識しようがあるいはクラブを引っ張ろうが何しようが必ずこのヘッドはインパクトにきれいに向かってくれるんですね。 反対に私たちは先ほど申し上げたように例えばクラブがこう縦に降りてきてしまうこれ前傾を起こすとここにボールがあるのにこういうふうに打ちにいっていることになりますからこの状態から下半身を使ったらどうなるかとこのヘッドが全然ボールに来ないんですねこうなったらここからもうカットに思いっきり打つかあるいは手元をぐっともう浮かせるしかないんです。 ここからボディーターンを意識しても一緒です決してこのヘッドがボールに来てくれないんですねさらにはここからクラブを引っ張ったらどうなるでしょうかこうなるんでこれもやはりもう全然このヘッドはボールに行ってくれないんですねここから待ってるのはやっぱり手元を思いっきり浮かすことしかないんですつまりこれすごく悲しいことなんですがあ切り返しで こう立ってしまってる以上ここのボールを打つのに。 こう激しく自分が動いたりしてこのシャフトに負荷をかけない方がいいんですねもう立ってしまってるんだったら恐る恐る合わせに行った方がまあ飛ばないかもしれないけどあんまり曲がりは少なくなるかなとかそういうところでどっかでやっぱり妥協しなきゃいけなくなってくるんですねでもそれってすごく嫌じゃないですか <laughs> せっかくなら気持ちよく下半身をやって使ってクラブ思いっきり振って でそれでも結果がいいっていうのがねやっぱり一番気持ちいいし嬉しいですからそれやっていきたいんですけれどもじゃあこのプレーンに乗ってるここですねこの違いって何なんだろうということをものすごく考えたんですね綺麗なプレーンを描くという行為はですねこの切り返しから自分に対して右手が下左手が上になるということだと思うんですね。 このの形ができててそのまま引っ張っ張くるでフェースは最後の最後にちょっとシャフトにねじれを加えて小靴入れて立つ人もいれば初めからもうねここの段階からちょっとシャット気味に使ってこう来る人もいますけれども左手が上右手がが上右下なんですねそして前傾時もあくまで自分に対して。 自分に対しては左手が上右手がが上右下なんです、うん、これを自分に対してではなくて空間に対して左手が上右手が下っていうふうにやるともう本当にあくまでこの水平時にこういうふうにいや左手が上右手が下そしてそのままこうインパクトするようなと野球もそうですよねこっからこう寝かしてこう入ってきてドーンっていうインパクト。 この時に右手は絶対下なんです。左手は上なんです。それが前傾しても同じということを自分に対して同じだっていうことを考えたいです。でなんとなくあ、そういうことなんだろうなっていうことが分かってから、この切り返しの時にクラブを倒すっていうのがもう本当に簡単にできるようになりました。もう何でもできなかったことがあっという間にできたんですね。これが先日のラウンドの動画です。ついにコースでも。 右回りが起こってものすごく嬉しいです意識しているのはあくまで自分に対して切り返しから左手が上になるということだけです水平にするとやはり分かりやすくて途中まで右手が上ですがそれを自分に対して左手が上、右手が下になってから打ちに行くという意識ですテイクバックからこう来て そして切り返しにおいて自分に対して左手が上右手が下になるとクラブは倒れるんですねそうするといつでも引っ張れる準備というのができますただこれ空間に対して考えたら左手ってまだそこまで上に来てる感じはしないと思うんですねあくまで自分に対しては左手上右手が下これは決して気持ち悪くはないですなんならこのまま打ちにいけるなっていう感覚があります。ですから切り返しというのは この右手がね、まあ、最初上の状態ですけれどもテイクバックずっとってどこかでひっくり返って打ちに行けますよっていうこの準備行為のことだととだ言えるんんじゃなないかなと思うんですでアマチュアはここでこのまま準備行為ができないままこうきてしまったりあるいはまあ最初にこうインサイドに引っ張って。 上から来てしまったり何回も言いますがこれ起こすと自分に対して右手が上左手が下のまんまなんですねこれはやっぱりこう倒すんだなっていうことが水平スイングをしていると分かりますで、それは空間に対して考えるんじゃなくて、うん、あくまで自分に対して左手が上右手が下 の状態にここにしてあげればもういつでも打てますよっていうことなんですねこれができているかできていないかがもう本当に上手い人とそうでない人プロとまあ、あの大人から始めたアマチュアの一番の差なのかなと今のところ考えています、うん、ただ私の場合は実はまだ問題がありましてせっかくここで右回りクラブを倒すことが最近できるようにはなったんですけどそこから打ちに行くときにやっぱりちょっとまだこう来るんですね でこれを水平時に考えるとこっからテイクバックして倒すことはできたこの時には結構右手が下左手が上になってるのにこう来てしまううんですね。でこう来るとやっぱり最後の最後の手元をヒュッと浮かさないとこのヘッドがボールのこに来ないんで。 私は手元がが最後に浮く癖というのがありますこれを直すためにどうしたらいいんだろうっていうのをまあ考えてて水平時に理想がここだなよし前傾しようここだというふうに分かって打っていても実際にボールが下にあって上からぶっ叩きたくなってしまって右手がこうなってしまうんであればじゃあもっと極端に水平時に右手がさらにこうなるぐらいに振っていったら どうなんだろうっていうことを考えたんですね要は右手がさらに負けてあげて力のない状態になってインパクト直前でクラブがバーンと立つような動きになるかと思いますで、これを前傾してやってみたらもうめちゃくちゃ面白い発見がまたありまして右手が負けて立てる動きさらには前傾してここから右手が負けてる状態こ,うここから 立てる動きこういうい動きこれってまさにえ中西さんに教えていただいた右手負けてあげてそこから背負い投げでクラブをうーんと横からまるでひっぱたくようなこういう動きまさにそのものだったんですね。手首っていうこうプランプランしておくと、はいはい、クラブって寝てくるんですよ。ね<ー> その感じがもう完璧です垂らしたってい,いんです垂らしたってす垂らしってこうかうおあー3ピースドリルっていうんですけど、はい、構えてテイクバックここからトップしてダウンフィニッシュ私たちはどうしてもこの上から下これをねすごく使いたくなってしまうんですけれども上手い人っていうのはこの後ろから前にクラブが ってこう入ってくるその時に左手も一緒にこうどいてまあちょっと、えー、この手繰りとか言いますねう引っ張るようなこういう動きによって、えー、インパクトしてるなっていうのはずっとあったんですけれどもそれって何なんだろうってずっと本当に分かんなくて特に前傾したら何をどう,どういう方向にどうなんだろうっていうのがよく分かんなかったんですけどこれ前傾しないで水平に考えたらこうクラブをめちゃくちゃ垂らしたところからバン一緒です。 例えばこの状態で前傾してあげてここですねここからこういう動きですよねこうこうこう、後ろから前に振り込まれてくるこの動きの要素っていうのを増やしてあげるということがあ私がどうしても上から来ちゃうのを改善する方法になるんじゃないかなと思って今取り組んでいます 右手がものすごく負けた状態から、最後の最後にクラブが入り込んでくるということを考えると、自分をどんどん積極的に回さないといけないんじゃないかなというふうに考えています。ここ右手が下、左手が上になって、もう両手どっちの意識でも大丈夫です。好きな方で。そのまま回っ っってて手は何もしない状態で入り込んでくると手元低くで不思議でこっちの方が上から叩けるんですよね裏を返すと左手が上右手が下をキープするためにはもう自分が動くしかないんですね結果もう GG スイングみたいになってきました。 止まった瞬間に腕を伸ばして届かせる必要が出てくるんで右手が上になっちゃうんですねクラブの流れがすごくいいですよね というわけで水平の時に自分はどう打つかなっていうのと普段の自分というのをどん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 比べていくと本当にいろんなことが見えてきて改善方法も自分でわかるんでいろんなことにチャレンジをしてみてください。私もまままた色々やってみてみご報告ししすす失礼します